ハーナの名誉の王国。それはそれは暖かい日のことでした。小さな二人の兄弟はついうたた寝をしてしまったのです。電車から降りるとそこは知らない場所でした。二人は迷子になってしまい、とても不安になったのです。あー暑い、あー暑いな、暑い暑い。こんにちは、どうしたの？太陽が不眠症でずっとこの国にいるからアイスが溶けてしまってるんだ。あー暑い、あー暑いなあ。見知らぬ土地でとっても不安でしたが、アイスの国のおじさん、なんだかとってもかわいそう。そうだ、いいこと思いついた。おー、それは名案だ。3人は手に持ったハケで太陽に墨を塗り始めたのです。太陽は真っ黒け。涼しくなった、ありがとう。さようなら。そして太陽を後にしました。おねえ、海の水を舐めてごらん。わあ、甘い、おいしい。はははアイスの国のアイスが長い間溶けていたから海が甘くなったのさ。はっ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 。あ、滝だ。どんな時でもあなたたちは大きな優しさの中に見守られていることをずっと忘れないでいてくださいね。どうしてみんな泣いてんだろう。犬の王様、どうしたんですか？娘のメイ姫が悪の大王悪い王に囚われてしまったのです。あ、かわいそうなメイ姫。また家へ帰ることができず不安でいっぱいでしたか。なんだか犬の王様がとってもかわいそう。ここは悪い王、ワールイ王のお城。逃げないで、力を合わせて戦うのよ。魔法をかけてあげるわ。ミラミラクルクル、ミラクルピカー、ヒーローになれー。
っていくぜ。なんでこうなるの。姫様ありがとう、勇敢な戦士たち。姫、ああよかったよかった。ありがとう、二人ともよくぞ逃げずに戦ってくれたね。何かお礼をしたいのだが、何がお望みかな。そこで二人は王様に、自分たちがこの国の住人でないこと、迷子になってしまったことを伝えました。なんと、自分を顧みず人助けをするとは見上げた子たちだ。よし、私たちがそなたたちを国へ返してあげよう。陛下、用意ができましてございます。ん？帰りの気球を用意したぞ。これに乗って帰るがよい。本当にありがとう。またいつでも遊びに来てね。お姫様、正義であれ。さようなら。また遊びに来るね。二人が再びこの国を訪れるのはいつのことでしょうか。そう遠いことではないような気がします。また新しい冒険が待っていることでしょう。二人で力を合わせればどんな困難にも立ち向かえる。大空に舞い上がった気球はどこまでもどこまでも飛んでいくのでした。おしまい。